森林公園の駅前にいます。今日はお得なお泊まり、ここに泊まります。今日のホテルはここです。ちょうどチェックインの時間に来ました。目の前にはウエルシア、お酒に困ることはありません。そして正面が森林公園の駅です。ね、ちょうどチェックインのラッシュタイムです。有効期限が3月11日までと記載ございますが、7月の15日まで延長になっておりますので、はい、ご了承ください。ヘアブラシ以外、はい、はい、はい、まずお2階に大浴場ございまして、営業時間が深夜の2時まで、早朝は5時から9時までお休みいただきます。どういう意味？ここのカードはこの動かすときに入れなくて、呼ぶときにこれ使う。ああ、だからドアオープナーなんだなみたいで、ホテルによって違う。最上階だぜ。ホテルによって違うんだね。まあいろいろだね。9階今日混んでるってね。混んでるって言ってたね。うん、おお、角部屋だぜ。おお、涼しいね。いいね、いいね。いや、ラッキーだった、ラッキーだった。森林ホテル903号室です。開放感のある洗面台、そしてお部屋です。大きなテレビ、仕事もできそうなテーブル、ベッドはこんなです。お部屋の雰囲気はこんなです。スーツケースの台もありました。座り心地の良さそうな椅子もあります。温泉とサウナがあるので、お部屋はシャワールームになります。そしてトイレ、例によってウォシュレットです。タオルはここにありました。アメニティは入り口でいただきましたが、イロハスもあった。ポットもありますよ。セキュリティボックスと空気清浄機、 USB の充電器はフロントに言えば借りられるようです。いろんな情報が画面で例によって取れます。こちらのホテルは浴衣です。いつも私たちが自転車で走っている景色見えてます。お風呂が空いてるみたいなんで入ってきますね。2階のお風呂に行ってきます。ゆっくり入ると、今回はこれの恩恵が満載です。2階には温泉と自販機、製氷機、コインランドリーがあります。ここが男湯、女湯とライオンズクラブのフロアっていうのがあります。氷はここでもらえます。そしてコインランドリーありました。温泉楽しんできます。いいお風呂でした。ゆったり入ってきました。お風呂はこんなお風呂でした。水風呂もちゃんとあって、サウナは2人まで入っていい仕組みになっていました。さらっとしたいいお湯でした。とっても綺麗でしたよ。夜入るのも楽しみです。26時まで入れます。いい景色だね。うん、緑がすごいよね。さすが9階だね。グラスもガラスだし、ついで風呂上がりいっぱい飲むべ。
ノバこれ何？なんかそのままついてもらう。いただきます。あ、美味しい。テレビがでかいです。多分50インチだと思います。電車来ました。森林公園行きです。いや、わかんないよ。小川町かもしんないじゃん。ねえ、来たね、電車。東松山の丸広が見えます。物見山の展望台も見えてます。夜の宴、そろそろ始まり。まずこれで。今日はアジから始まります。ピザです。電子レンジで熱々にしてきました。はい、おかわりはこちら、どうぞ。ノボはこれに行きます。ヤオコなかなかいいセレクションです。夜の宴、締めはエビフライです。外はこんな感じです。東松山の夜景です。結構綺麗。駐車場はほぼ満車。おはようございます。森林ホテルの朝です。朝食を食べに行きます。はい、朝食会場です。食べています。ヨーグルトはちょっと甘いのでプレーンが入ってます。そして肉じゃがにしました。ウの花とこのドレッシング美味しかったです。サラダもおいしい。小さくて可愛いかクロワッサン。お茶漬けのコーナーです。朝食の締めはだし茶漬けにしてみました。カフェの営業もやってるみたいです。美味しくいただきました。温泉入って帰るぞ。寝て間違えちゃったっていうエレベーターです。今日お世話になった森林ホテル、内訳はこんなです。2人で 13,500円のお泊まりです。料金の内訳はこれ。いただいたクーポンがこれになります。1人当たり
700円ラーメン1杯分ぐらいのお支払いになりました。ね、サウナもあって外湯もあって充実だってね。温泉は内湯だけですよ。お気をつけください。ふーさん気に入っちゃった？うん、すごいね、静かだよ、景色もすごい。そうね、景色も良くて静かな見てるんだね。今回のポイントはじゃらんのクーポンをふーさんが3100円分持っていたので、こんなにお得に泊まることができました。今日も暑くなりそうです。周辺案内です。ここは稲穂テラス、魅力的な農産物が手に入りますよ。これ400円なの？こんなにあって。これもほらね、サセがね、すごいね、いっぱい増えるやつ、ね、バジルがいいのがあってね、これ。あ、バジルいいのってね、バジル買って帰るか。大にぎわいです。ね、変わってるから買っていこう。すごいキュウリがありました。人がすごかったので早々に買い物して出てきました。ここはうどんも美味しいんですよ。焼き鳥も美味しいです。東松山産の立派なスイカがありました。ここではこんなものやらネギやら美味しそうなベリーも買いました。クーポン使うぞ。ふーさんこれからどこ行くの？生鮮漁港川越。何しに行くの？美味しいお魚、お寿司とか買おうかな。海鮮の買い出しです。生鮮漁港川越、ここでクーポン使うぞ。こちらは何回も紹介しているので今回は割愛します。はい、クーポンで買います。あ、これで買います。あとペイペイで。はい、お願いします。36円これで100円。はい、行きます。はい、お願いします。ありがとうございます。クーポンで買いました。 OK でした。外の温度は33度。冷蔵庫マイナス15度設定にして帰るぞ。3000円分いいお買い物したね。いっぱい買える ね。帰るぞ。帰ります。